さあ、あ、えー、本日のアンケートですね。表示価格より三十パーセント引きであなたは、A、え買いますよ安い、B 買いませんもう一声、まあもう一声っていうのはまあ交渉するっていうことも含みますし、もうちょっと待つというか待ってみるというか、まあ買わないということですね。はい、えー。メールで参加する方は hip at mark r okinawa、ok、dot co dot jp hip at mark Rokinawa.co.jp。電話がですね。零九八八六九の八八六四零ファックスが、零九八八六九の二二零二となっておりますので。 えー、今日もですねいつものように1時までは A と B のパーセントがこんななるんじゃないのかトントントンと言って予想もタッコアしてからに送ってください見事ピットし感覚の方にはお米券をプレゼントしますので T サージに参加する全ての皆さんは住所本名電話番号、はい、そして郵便番号をタッコアしてからに張り切って参加してみてくださいお待ちしておりますよ はいナナイちゃんどうもありがとうございました。はいありがとうございます。えっとね表示価格より三十パーセント引きであなたは A 買います安い B 買いませんもう一声そうです、ね、品物によりますね。そうですね物によりますね。うん うん、あのお肉コーナーでは割と20%オフとか見かけて、うん、でその日使う予定があったら結構即買ったりすることが多いですね20%からはもう買う,う、ね、なるほど。お肉コーナーだとね<ー>、はい、逆にちょっと我慢するやつはもうちょい待とうっていうのはそうですねもうちょい待とうはパンとかあとそこまでこの日常で使わないかなっていうものは。 もうちょいマトウになりますかね。あ、そう。そうですね。例えば、そうですね。あのレトルトの食品だったりとかっていうと、もしかしたらもうちょっと下がったりするかなって思って、で次あのスーパーに行った時にそのコーナーをこう不意に見たりとかっていうことあったりしますね。うん。服は？服ですか。三十パーだよ。あ三十パーだよ。あ、そうですね。欲しかったワンピースとかだったら買うかもしれないですね。今日 今日,今日まで、よ、うん。今日まで、う日ん、で明日からどうですかね、そう、これから微妙なんだよね、別に今日まで30%っつって、はい、明日になったら元に戻るとは一言も言ってないから、<laughs> もしかしたら、明日になったら50%オフなってるかもしれないんだよね。まあ、優しい店員さんはね、まあ、教えてくれますよね。はい 確かにこれもしかしたらもうちょっと安くなるかもしれないですねみたいなね。ニュアンスでなんかこ頭回しに「週末とか予定あります?」みたいな感じで「そう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 週末とか予定ありますみたいな感じそう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 るんだうたうそうそうねうそ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 うだうそ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 そう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 そ 買わないんですよ絶対。服は20パだった買わない。食材を買おうけど。<laughs> そうそう,そう <laughs>。そうなのでやっぱり服って結構ね高価なものが多いので、うん、20パだとうーん<そ>もうちょっとかなと、ね、そんなにかなっていうね。はいうん、家電。家電。家電30パだったら買ったわけなかなかですよね。ああ 家電だったら買うかもしれないですねだっても,もし例えば10万の冷蔵庫だったら、うんえー、7万になってるってことだよねだいぶ大きいですからね買うよね買いますね<ー>、うん、今の炊飯器が欲しくて、はいうん、30オフだったら買うかもしれないですねもうちょっと狙ってるのがあるのそうですねあるメーカーなんですけれども結構なんかこう徐々に値段下がってきてるのかなって半年前から欲しくて。 結構長いスパンで狙ってるね、うん、<laughs> そうなんですよそれでなかなかあともう一声みたいなところがねいかないので、うん、今まだ様子見なんですけれども。なるほどね、うんはい、あ結構じゃあまあまあ家電はね、うん、結構値段がするんで、うん、割とまあ半年とか、うん、それぐらいずっと観察してるわけね、はい、値段が下がらんかっていろいろいこの お店も見たりとか、はあ、電化店をねいろいろ見比べたりとかしながらなんかのフェアやらんかなとかね <laughs> そうそうなんですよはなるほどね三十パーって三割ですからねそうですねなかなか大きいですよねこれね、うん、もうちょっと安くなるもんねど、ま、こをつって売れてたりとかはい もうちょっと安くなるまで待とうっつって、次また元の値段に,に戻ったりとかっていうこのね、<laughs> バッドタイミングあるよね。そうなんですよね。欲張りすぎるとね。本当に、こう微妙なラインっていうところでもあるので。うん。三十パーは。 三割は迷いどころなのかもしれない。ですいいラインだよね、三十分あってね、迷うラインね。消費者を迷わせるラインかもしれない。確二十パーだったら、まあ、もう一声ってすぐパッと言えるんですけど。三十パーだと、まあ、買ってもいいかなっていう微妙なラインですね。そうですね。お惣菜とかだったら。どうかな、でも、ご失敗をほうまつかもしれないですね。何時にそうなるかだよね。そうですね。そうそう、たまたま自分が酔った時に。もう、なんか、ほら。 お姉さん方がこうシール貼ってる作業中とかだったら、もう僕はもう貼るまで待ちますけど。そうですね。全然待ちます僕。ああ、皮膚さんも結構。その間は何ですか？はい、この他のし品物を見に行って。そうそうそう。ぐるっと別のところ行ったりとか。うんうんうん、そうですよね。もうなんだったか、このお姉さんがあ貼りますよって言ってくれたりするんですよ。あ、ええー。優しいなと思って。優しいですね、本当に。まあ、どうどうせ貼るんで貼りますよっつって、もうお会計してきてくださいっつって。あ うでですす、ね、かか素敵ねも助るわうんただこの貼り終わる例えばこのヒブさん貼ってそのお姉さんから受け取ってお会計っていう流れもあると思うんですけど貼、うん、り終わる前に他の人がこうどんどん取っていく状況とかだったらああどうですか結構争奪戦かもしれないっていう時は。うーんうーん取取取る取る <laughs> 慌てて取るてで <laughs> でもそうですよね自分のものはキープする一応一個は。うーん,うーん なんかでもあれよね、うん、このないわゆるこのディスカウントするというか、はい、あれってなんか日本人あんまり得意じゃないよねあーそうですねな。なんていうのかなこの同じものだったら安い方がいいさね、はい、消費者としては。で,ね、でもなんかちょっと安いのおまけしれおまけしれ言うのがちょっとなんか言い,言いづらかったりとか、うん、その何十パーオフのものをこの待ってから買うとお前 格好悪いよお前とかっていう感じってあるじゃないですかあ,ありますね確かに値引き交渉は慣れてないなっていうふうに海外に行った時に特に思いましたね,ねえ僕海外旅行なんて言ったらもうみんなもうそうですよね。だしもう当然普通にもうなんていうのかな定価では買わない。 っていうそういうお店もあったりするんで、でそこで普通に定価で買うと、あやっぱ日本人ってお金持ちなんだなって見られたりとか、そういう店もあるからね。そうですよね。そういうこう海外に行って、あこちらから値下げを提案してもいいんだなって思ったりして、こう感覚がね変わるっていうのあったりしますよね。そうなんですよ。あのそのニューヨークか行った時に、T シャツ屋さんで T シャツ買ったんですよ。 えっと、若い兄ちゃんがね「うんうん買ってけよ」みたいな感じで言うから「<laughs> はい、あいいじゃあ気に入り買うわ」っつって入ったらまあまあ値段しよったんですよ。でガイドさんにあの「絶対これは言ったら安くなるから」と言われてたんで「うんうん、いやこれじゃもう買えないごめんね」って言ったら「<laughs> あ分かったじゃあいくらにするよ」ってすぐ下がりよったんです,よすごい <laughs> 下がりやしいと思って「<laughs> うんでもなー」とか言ってまた一回下がりよったんですよ。どん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 結構下がっていって、はい、まあ半額ぐらいになったんで。 すごいじゃあ分かった買うわって言って買ったんですけど後で聞いたらそれでも高かったらしいんですよ。そう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 。そうです。いやそれでもちょっと高いなっつって。うん。じゃあさらに値切り交渉がいけたってことだったんですね。もっと上手い人はもっといくいくんですよ。へえすごい。僕らはもう半額ぐらいだったらめっちゃ得した感じなのから。そうですね。うんでもそれでも高かったみたいですね。へえやられたなと思って。本当ですね。 もういいでも、私がヒープーさんでもおそらく半額になったらもういいよって買うと思います。やっぱりだよね。感覚ね。それ以上ちょっといけないよね。ですよね。そう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 。限界いくらやんばっていう話なんですけど。確かにもうそもそもがそれ最初のやん値段設定ちゃらってるわっていう話なんですけどね。思いますね。いやいやまずそれもまあでもね旅の思い出ですよ。はい。本当に。 いまだにその T シャツ持ってますからね。あ、そうなんですか。うん、ちなみにどんな T シャツなんですか。一 <laughs> 個はあの某コーヒーメーカー、はい、コーヒーショップのロゴの文字いったやつなんですよ。よ字、はい、はい、もじったやつですね。でもう一個はこれ冗談で買ったんですけど、はい、前面にトランプさんが写真が載ってるんですよ。<laughs> なるほど。冗談で買ったんですよ僕。ただもうどこでも着れないですね。一 <laughs> 回も着てないですね。<laughs> そうですどう捉えられるかもわからんし。<laughs> 確かにこうなんだろう。 世界情勢によってこうどうしようかなって迷う T シャツどっちに取られたとってなんですけどなんか撮づらいなって全然着てないですねはい。冗談で買ったんですけど全然笑えないっていう部屋着とかはどうですか部屋着でも着ないですねピンポン着た時びっくりするじゃんおっとって家で着てるっていうことはもう完全にファンターンっていうかねあむしろそう捉えないなるからねうん はい、そんな感じですね。ありがとうございました。<laughs> ありがとうございました。全然切れないんだよな。あれ、うん、はいえー、お昼のニュースは報道部ニュースセンターから近所七 a アナウンサーでした。さあえー、本日のアンケートをですね。表示価格より30%引きであなたはどうしますか？A. 買いますよ。安い b 買いません。もう一声はいものによりますね。うん。 結局この最初の値段が高ければ高いほど30%の金額も多くなるということなので高いものに限っては30%だと買うかなって感じですよねうんはい皆さんどうでしょうかいきましょう本日も聞いておりますラジオネームぬームですこん,にちはこんにちは今日のアンサーは A です30%オフの商品と 死んだ魚の命をしながらメールを読む30%テンションオフのヒープーさんがサンドの飯より好きなヌータローは30%オフの商品生活用品があれば買っちゃいますねヒープーさん庶民にとって30%オフになるかならないかは死活問題なんですヒープーさんの節約術今日泡盛に入れる金粉は3割減らしてみるかとはわけが違うんですで本日も楽しく聞いておりますはい ーたろうさん、ありがとうございます。いや、僕にとっても30%オフは死活問題。むー。太郎さんよりも死活問題かもしれないですよね。うんはい、ありがとうございます。いいですね。30%テンションオフねいい。心がけていこう。30% <laughs> テンションオフ。<laughs> はい。皆様こんにちは。力卓の嫁です。こんにちは。アンサー a。 冒険しして楽しんでいます冷蔵庫の在庫と相談しながら30%引きなら買いです半額ならなおよし以前高級焼肉セット3,980円が半額で夫とドキドキしながら購入実家の母にも分けて大好評でした未知の食材だった県産若鶏のレバーも100円引きで買ってみてとろけるレバーにはまりました 割引がきっかけでいつもと違う食材のチャレンジを楽しんでいますではでオジカムでちばり用途あ仲いいですねああそう,うんサンキュッパーが半額だった買うな買うでしょう高級焼肉でよ半額でよこれは買うでしょう絶対うん。県産若取りのレバーいいねいいねはいありがとうございますこんにちはちゃまちゃまですこんにちは アンサー B、えー、お得な買い物をするときの私なりのルールは割引額じゃないわけよ。中熟見るのは標準価格。一見割引されているように見えるけどもともとの価格設定が高いときがあるから騙されないように相当チェックするよ。はい、タイトル30%割引シールが一番危ない。なるほど。危ない。騙されないぞっていうことですね。 <laughs> 標準価格って何ですかこれ普通にお惣菜とかにも書いてあります標準価格うん、うんまあ、ももとの,の値段ってことねあそれはも,もちろんそうですよもとの値段をチェックしますよそれはありがとうございます確かにな確かになあ僕は好きな惣菜があるんですけどもともとの値段がちょい高めなんですよねだから30%オフでやっと普通っていうかそんな感じなんですよね 皆さんこんにちは今日は曇り空で少し風もある東京から春アットマーク沖縄中毒ですはいこんにちはナナニーライダーの東京上映ありがとうございますすごく楽しみですあそうなんですよあのー、ちょっと宣伝させてくださいねナナニーライダーね、えー、去年度、えー、県内で3回上映しました那覇浦添西原でやったんですけれどもその西原公演の映像をですねプロの方に撮ってもらってそれを持って東京はい えー、東京で上映会やりますよと5月14日日曜日となっておりますのでお近くの方は是非お席に限りがありますのでお早めに席取ってください。はい、詳しくはあの劇団尾瀬の SNS もしくは僕の SNS にも載っておりますのでお願いします。あ戻りましてしてアンサー A です食料品などは時間がある場合にはもう少し待つこともありましたけど洋服などは見つけた時が買い時と思っています。昔 もう少し待って半額で買おうと思ってたら結局売れて買えなくなったことをすんごい後悔したので最近は30パー引きでも即買いです今時はスマホを使ってクーポン券とかがあるのでそういうのも活用しながら少しでも安く購入することを心掛けていますそれでは最後までよろしくお願いしますは,い、はさんそうなんであの服好きなんですよあのカ風が好きなんでうんそうそうそうそっかこれでこう 欲しかったやつ誰かに買われた時の悔しさっていうのはあるよねうんはいじゃあコマーシャルです、えー、皆さんこんにちは8日の土曜日まで娘と沖縄2人旅をしている埼玉のハチミツ一家ですおーいいですねあ5月14日のチケットを買いましたありがとうございます東京でお会いしましょうアンケート B これも何かの縁があってその時の最善の割引率だと思うので粘らずに買いますよ 定価でも欲しいものが安くなっているだけで嬉しいです逆に割引になっているから買ったものはあまり使わずに処分してますねなるほどそんなに欲しくないけど安いから買っとこかって言ったやつはあんま使ってないとうんそうですねはいありがとうございますそうなんだよな欲しいのじゃないと意味ないんですよねそう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  はいた対、えー、皆さんこんにちはヤンバル福木並木から山本リンダですあリリリスマイルリンダですあこんなこぼけもやるようになってるお昨日のあれだな今日のアンアンケとアンサ三十パー30の時に買いますよリンダは以前まで待つ方でしたが食料品はどんどん下がるのを待つ戦士たちが立ち塞がり立ち打ちできず アパレルではちょい待とうと思いそろそろかなって買いに行くたんびに欲しかったのは確実にないんですだからもう待たないは旬では今日も最後まで聞いてますはい半額まで待ったとてって書いてますねあいいですね食料品ね立ちふさがる戦士たちがいると書 <laughs> <laughs> き方ようや <laughs> 死に強そう <laughs> はいこれ何ですか えっとシュンって何ですか。<laughs> もう待たないはシュンって何ですか。ああそのハートついてますよ。<laughs> チャラってばこれ。<laughs> ピエンとかねいろいろ語尾に書き寄ったんですけど、今今日シュンってなってるかなんかなと思って。はい。皆さんこんにちは、えー。ラジオネームリハビリエス伊調理師と申します。こんにちは。 えー、マイアンサーは A 自分が着る服なら買います食品ならもう一声待ちますキャビアが70%オフ2万円で買ってキャビア丼にして食べたことがあるけど俺は好きじゃなかったです70%オフなって2万円はいあの誰か流代の人計算して原価元のいくらね元70%オフなって 2, 2万円っつったら。 10万ぐらいシリ <laughs> マジかーすごいなええー、はいあでもこれよく買おうと思ったね2万ってまあまあじゃないですか70%オフだったとしてもうんはいありがとうございますして好きじゃなかったっていうねヤンバはい美味しかったって言うのかなと思ったけど違うんか ご安全ご安全チームにゃほにゃほ人が近島いですはいこんにちはさて今日のアンケートアルファの A 割引シールにはかなり弱い我が家では土日の食材買い出しには必ず嫁さんと一緒に行くしてメイン料理に関しては必ず2人で決めるようにしてるんだけど割引シールを見ると血が騒ぐよたとえ今晩豚しゃぶと決めていても広島産の牡蠣が30%割引なんかで売ってたら即購入し バター焼きオアカキフライに変更決定メイン料理を覆いそうどの食材じゃなくても30%割引で冷凍保存可能なら買っちまうねそれじゃあヒープさん三浦はちょっとお休みだけどご安全ご安全いいねカキかーいいなーうーんまあ行ってそそられる食材が割引になってたらそこに変更するといやいやいいんじゃないですかうーんはいいいですね仲いいですねはい えー、皆さんこんんここににちはリンゴですこんにちははです本日のアンケート「美い骨売ったら痛かった」の B ああそっか美い骨の B か <laughs> どこに B ついてるのかなと思った必要なものは値引きなしで安いからといって物は買いません結局ゴミになるからだけどすぐに料理するものは10%とか20%引きだったら買う」「スーパーの食品売り場で働いていたことがあってフードロスにならないよう買い物にも気をつけているよ」 また食べられるものが廃棄されるのはかわいそうだよ年間相当廃棄されているよよく聞きますよね恐ろしい量まだ全然食べられるのにうん、はいありがとうございますあれもよく聞くんだよねな,なんていうのこの果物とかさ野菜とかでさちょっとなんか形が悪いのとか ちょっとだけ傷ついてんのとかってもう誰も買わんってなるっていうねい、えー、や切って炒めたら言うのもんやさにって僕は思うんですけどねうんデコガベジータと申しますこんにちはアンケート B です必要なものを必要な時に買うからあまり割引されてるとかはないかなでも服は夏物は冬の安い時冬物は夏になる頃にネットで安くなってるのを買うかな妹に「ニーニー昔はおしゃれだったの,のよね で最近言われましたそれでは失礼します、はい、でここがベジータさんニーニー昔はおしゃれだったのよね確認か再確認か確認だけど昔はおしゃれだったんだよな <laughs> ってことだよな <laughs> <laughs> ニーニーのファッションよって言われた方がまたいいな <laughs> アイラボ八六円の皆さんイプさんこんにちはニーソルーですこんにちはアンケート A パーで十分だしそれ以上求めたら男がスタル、はい、タイトルパソコンも少し安くならんかな何代目かパソコンもうやがて十代目ぐらいあるね、はあ、パソコンって安くなるね なあ,なる,あなるんだ一応新製品がどんどん出るああ新しいのが型落ちになっていくと安くなっていくあはでもそうなった時また新しいのを買いたくなるんだよね <laughs> あそうか確かになパソコン安いんだっ俺も買いたいなはいじゃあ一旦コマーシャルですツイッター見てたら四軸低照愛好家さんがねペール缶のエンジンオイルが30%オフっていうぐらいがボーダーラインこれおし汐さんわかります あの丸いカンカンですよ。大きいカンカン。そうそう、あれが30%オフっていうのがボーダーラインだそうです。うん、<laughs> なんでこれ必要な情報どうや必要な人にとっては死に必要な情報でもこれ。<laughs> こんにちは。チェリーじゃない？ジラーです。こんにちは。アンサー a だよ。週に3回ぐらい。仕事帰りに夕方のスーパーに行くんだけど、惣菜が30円引きだったら。 うーんって1分ぐらい悩むけど30%オフだったら即購入するな嫁に総菜買ってるのを見られたら怒られそうだから帰ったらすぐ自分の部屋に隠してからにあとから食べてるよあれメールを送った後に気づいたけど100円の30%オフだったら30円引きと同じだから俺ってバカなのかはい <laughs> 部屋に隠れて食べてるっていうねチェリーじゃないジャネジェラーさん <laughs> でもいい大人なのに <laughs> はい、これよく見ないとダメですよ30って書いてあるから30%引きなのか30円引きなのかは全然違うからねそうですよ100円だったら同じそう30%と30円はでも200円だったら全然違うさそうよ60円だよ30%は 60, 60円引きと30円引きは全然違うからね、うん、そうそうそうちゃんと見ないとダメですよはいサイヒープつともですこんにちはお題の返事は A コンビニのパンが二十円引きのシールが貼ってたらすぐに取るよ。三十パーまで安かったら美味しくないか品数じゃない？はい、ストムさんありがとうございます。味は変わらんと思うけどな。二十パーと三十パーでは <laughs> 同じ美味しいと思うけど。<laughs> はい、ありがとう。どどんなボーダーラインやん俺意味が掛からん。<laughs> 大阪からラジオの名前静かな三人千三百ですイープさんこんにちはこんにちは。こんにちは アンケートの答え A の買います <laughs> 安い自分の分岐点は20%引きかなまあ昔と違って低下っていう概念が曖昧になってるから何とも言えないですけどねそれにしても物物物価高なんとかしてほしいもうねはい静かなサニーセン1 3です何でも上がってるからねびっくりするよねうん今は低下っていう概念がないの 標準価格とか,なんかいろんな書き方があるよね今ね今希望小売価格とかねオープン価格とかねもうやがもういくらやんば本当はっていうあるよねそうそうそうはいさあヒープーさんおいらのおいまでやこんにちはアンケートを A 本当に欲しいのだったら30%オフだろうが30%オンだろうが買うよハサオンってあるかや <laughs> 上がったら買わ,わんてや絶対買うよや。 っていうか話変わるけどいつも言ってる大好きな弁当やよ今週から弁当買わないでそばだけの単品購入だと100円そばは50円あっぽんり張り飛ばされとうたん150円り何百円そばにやびらんけいやはぁ、あ、新年度やさやなんで好きだったらオンでも買うんでしょ <laughs> 50%オンなってるし <laughs> はいありがとうございます弁当買ったら 100円そごい100円だけどもう単品だとやっぱちょっともらわないといろんなもんね物価高なってから、ね、大変なんですよお弁当屋さんも多分ねはい、はい、コマーシャルですツイッター風達さんは今使ってるコンピューター1万円だったよ秋葉原のその辺のお店で買ったへえあと玉まてろさんパソコン直す技術学んだ方が安上がりだったりしてさっきねインソワルさんが 多分もう9代目か10代目のパソコン買おうって言った時もう直す技術学んだ方が安上がりやるにっていうね確かに当たってるな <laughs> 簡単だよ変なサイト開けるなっていうだけの話だよマジで「ヒープー遊ぼうルパン買いした藤子ちゃんだっちゃこんにちはヒープーさんスーパーで割引シール貼ってる時私はこれも安くなりますって聞くよさあお惣菜と洋服は買うよ」 ほら私の母が商売人で洋服屋やってるさだからできるだけ高く買ってほしい気持ちがあるからさでも家電だけは違う家電が3割引きだったらこれは4割までいけるかもっつって値段交渉するよいうのはたださねはい豆腐た食べながら送信っていうことですねありがとうございます <laughs> すごいなチューバーやつさ家電で交渉できる人は僕チューバーだと思いますよなかなか家電とか車とか 結ままあまあ金額が大きいからねちょっとでも安くっていう気持ちはとっても分かるんですけどはいありがとうございます3割引きですって言ったところいや4割いけるでしょって言えるって中ー止さ茶髪な侍ですこんにちはアンサー A 物にもよりますが買おうか迷っているものが30引きなら即買いです中学生の頃牧師のフェスティバルで DC ブランドの割引セールがあったら必ず行っていましたお得な買い物をしても買える途中で だ、ジャンプしてみとか言われてそれ以上に失ったこともあります那覇って怖いですねはい、えー、タイトルやな那覇中のサルジラーターや <laughs> <laughs> 今はじゃないですよ今はそんなことないけど昔の話ですよこれもう20年30年以上の前の話ですよあ、那覇もあるんかジャンプしてみあ、そうね終わった時も終ったな終わった時はあのだあの浮きなしの 市場とかよあんなところだったいいんよジャンプしてみカンナズは最初はヨーバーグ呼びに来るわけよ <laughs> チッピローバーグいや行ったら来てみやよ高い声だよえや行ったら来てみやよーってう <laughs> いやあのチップルオーヤと思って熱いってって数字曲がったらもうあの北斗の剣のボスキャラみたいな一番好きよねスワットオンバーはしルアールアールアーに引っかかと <laughs> こんにちは玉の裏のケツジですこんにちは 日用品とか食材は悩むけど工具とかパーツ類は今必要じゃなくても買っちゃいますねあタイヤ買うの忘れてたショック、はい、タイヤタイヤからあらにこれはでもねこれそうなんですよあのー、今すぐ必要じゃないけどあ前からこれはあったら便利だなって思っている工具が今なら30%引きって言ったら即買いますね 今使わないですよ使わないんですけど絶対必要になるんでこれはなかなかないですよ30倍引きってねはいさあ続いては沖縄ホーメルおしゃべりキッチンのコーナーですよどうぞはい1時になりましたティーサーズパラダイス午後の仕事もですね車の運転も是非安全第一でよろしくお願いいたしますはいババンのコーナーラジオネーム桑賀奈央さんの某ショッピングセンターの洋服屋の店員にババン ワンが洋服を選んでいる時どこからともなく現れてきて「お客さんどのようなものをお探しですかこのようなものもお似合いですよよかったら履いてみませんか?」っていちいち説明するのはやめてくれ試食コーナーでも車やでも何やでもそうさ選んでいる時には一人で静かに選ばせてくれ、はい、どこの洋服やすかね履いてみませんかっていうね <laughs> ってみませんかじゃなくてあそういいんですけどいや僕はこれは逆にですねこの店員さん褒めて取らしたいと思いますよなぜかっていうとよくクランさんに声かけたなと思って簡単に声かけられるような感じじゃないですよ <laughs> はいありがとうございます確かにないやいやあのなんかある時呼ぶからっていうのあるよねうんはいさあ、えー、本日のアンケート表示価格より30%引きであなたは A、買いますよ、安い。B、買いませんよ、もう一声。はい、さあ、そして昼ボケ農大、45歳様ランチについてくるおまけって何でボケてください。懸命に昼ボケと忘れずに。メールで参加する方は、ヒップアットマーク、r 沖縄 .cword.jp。電話がですね、098869-8640。はい。ファックスが0 9 8 8 6 4 0 869-2202となっておりますのでまだまだ張り切って参加してみてくださいお待ちしておりますよさあでは皆さんのお誕生日をですね晩日してからにお祝いしますよということですよはいヒープさんこんにちは馬マゴンですこんにちはえ本日生まれ日を迎えました同じ日に長男が大学に入学しますおめでたいですねまだ式は 1一家族1人までの三列制限があるので僕はファーストフード店の w i f i を借りて店内からリモートで15時からの式に参加予定ですあそうなのか今夜から1人暮らしが始まる長男第一子と離れて暮らす日が自分の誕生日と重なりましたヒープーさんご実家を出て1人で暮らした日を覚えておられますかまあそんなに鮮明に覚えてないですけど、まあ、ちょうど、はい、30歳になった時にもう出るってなったんで。 うん。それぐらいですかね。はい。馬まさん、51歳のお誕生日、おめでとうございます。そして長男さんね、大学入学おめでとう。素晴らしいですね。うん。はい。いや、50代楽しいっすよ。いや、なれいふかなれいちゃん、はい、こんにちは。 今日4月6日は母、リーツー・お母の70歳のお誕生日。私はティーサージリスナー歴まだ半年ですが、リーツー・お母は10年以上聞いてるって。そんな母に初めてお誕生日メールするので、ヒープーさんから10年分のおめでとうんをお願いします。料理上手の母、口は悪いけど心は温かい母、リーツー・お母のおかげで昔から笑いの絶えない家庭で育った私。大きな体で大きな愛をありがとうね。後でケーキ買っていくからね。 いいですね。はい。いやナレフカナレさんのお母さんリーツお母さん七十歳のお誕生日おめでとうございます。もう全然お若いですね。七十歳はい。では四、えー、月六日お誕生日の皆さんまとめておめでとうございます。えい、ハッピーバースデー。うん。は <noise> <noise> い。 本日お誕生日の皆さんの向こう1年間が絶対に健康でうんそしてデイジ笑える、えー、楽しい1年になりますようにおめでとうございますこっち食べてくださいね肉食べた方がいいんじゃないかなと言っておりますよではちょっとメール読みますかはいえっとね表示価格より30引きであなたどうするかっていうアンケートを取っておりますよこんにちはお仕事お疲れ様でございますボロロボでございますこんにちはアンケートものによるかなの B 何が30引きだったたら買おうかなと考えてみました1仕事や個人的にも使いたいあ,あインパクトドライバーかっこ予備バッテリー2個付き30%だったら買おうかな俺も今これ欲しいんだよ欲しい2毎日飲むしブラックコーヒーかっこ缶1ケース<う>3仕事の時には毎日買うしお弁当たまに13時過ぎたら半額のお弁当屋さんもある。 っていう感じですかねたまに食べたくなるおやつおやつさんも割引されてるものというよりはその時体や脳みそが何を欲しているかで選んでいますかねうんタイトル疲れてる時は炭酸系の甘いものが欲しくなりませんはーはー炭酸系飲みたくなるな確かになうんインパクトドライバーや買うもう買うもう俺買うもう今日買う <laughs> 前から書いたかったんだけどいろいろ見てるんですけど30パー引きだったら買うよしかもバッテリー立ちついてるんでしょ素晴らしいじゃないかでい,いいこと書いてあるボロロボさん <laughs> いいことっていうか俺にとって俺にとってねそうそうっていうやつ、うん、はいでは1曲えー、ラジオネームエロザイルさんからのリクエストいいですね安室奈美恵で「チェイス・ザ・チャンス」入りましたさあ あのー、アンケート戻る前にですねちょっとこれ追加ですね全国のティーサージパラダイスを愛する皆さんお久しぶりです糸満のカールですはいこんにちは、えー、あと自分で言うのもなんですが今日4月6日は私の55歳の誕生日なんです人生を100歳にしたらちょうど半分来ましたね50歳のちょうど真ん中ですちょうど半分ではないんですよ <laughs> どんな 110だったらちょうど半分55足が <laughs> まあいいんですけどはいそうでしょう自分で言わないと誰も言わないですよカールさんはいじゃあお誕生日をいとまのカールさん55歳の誕生日おめでとうございますはいハッピーバースデー,ーおい健康で楽しい一年になりますようにおめでとうございますはい ではアンケート戻りまして表示価格より30%引きであなたはどうしますか A が買います安い B が買いませんもう一声ピンクレモネードさんこんにちはだからよヒープ海外よ特によ露店はよねぎらんとねしてよ名ばかりの留学生時代 LA の露店で DVD プレイヤーねぎってやったぜつって購入友達たちと何度再生しようとしてもできんえ 家電ならマカ長兄の友人がデッキの中を確認しようねっつってバラしたら何ということでしょう中身から。代わりに石をガムテープで留めてあるカッコ DVD プレイヤーとほぼ同じ重さ初めわじわじ後から一本取られたっつってお笑い露天で中身バラしてみせれとか言う人いないさねそこまでして金を稼ぐなんかたくましいっていうかハングリー精神あっぱれだよね日本から渡米した自分が温室育ちだなって勉強になったあの日はい うん、これハングリー精神じゃないだろうこれ <laughs> <laughs> これ犯罪浪や野家 <laughs> が中身石によくそして DVD と同じ重さの石探してきたなお前こんな手間あるんだったら普通に DVD 売った方がいいやさにえー、もうこれデイジーもこれいくら払ったらばこれ石にはあ握ってやったぜってこの相手に勝った気持ちにさせる っていうのがミソだよ、ね、なんかね医心理何につかん分賃もうもはや「鴨の母ですこんにちはまた物によるってしか答えられない質問する食品なら買うの B かな家電とかは片落ち上等なので最安値を探すかも鴨の父の妨害に遭わない限り最新最高スペックの鴨の父と 片落ち上等の鴨の母真逆の2人はよく電気屋で口論になるうんはいかの母さんありがとうございます、うん、これは俺も物によるないやこれ買うんだ例えばパソコンだったら最新最高スペック買いたいって思うんですけどトースターだったら別に型落ちでもいいんじゃんとか思ったりしますね物によるなんか、うんかう 車でで行ったらですね、まあ、タイヤとかもも,うもちろん新しい方もあるんですけどそうじゃなくて別に1個前の方とか普通に売ってるんですよ。でそんなにの性能変わらないなら別に1個前でもいいかなって思ったりしますね。うんはい、あじゃあ一曲いきますかい。これデージ懐かしいあのね見に行った、あのー、コンベンションに来てたんですよ。あのー、柳拓さんのラジオの。<laughs> ゲストで今考,えた今考えたらねそ当時そんなの知らんから <laughs> ラジオのゲスト来てましたよじゃあ一曲はい「ラジオでもチェリーじゃないジラーさんからのリクエスト」「ベイブで I don't know」入りました。」「ディージ懐かしい超懐かしい」はい「チェリーじゃないジラーさんからのリクエスト」「ベイブで I don't know」という曲をねラジオから浴び出しましたけどねいや一番前で耳に行きましたよ ねえあなんか言ってたな柳さんが <laughs> こっから先入ってきたら曲途中でも止めますよみたいな <laughs> 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 また一番前とか大騒ぎしてたのかな大騒ぎしてたのかなそんなことないと思うけどななんかそのセル覚えてるな えー、皆さん T パラお聞きの皆さんこんにちは曇り空の大阪から内一の民中ですこんにちは今日のアンケートは A の30パー引きは買いますね普通に安く感じるので買います関西は値切り文化があるのでツアーものになると値引、ね、きシール貼られる時間になるちょい前に値引、ね、きシール貼られる前に食べたいものをカゴに入れてシールを貼り出したらカゴから取り出し値引、ね、きシールを貼ってもらうという。 私、えー、法のおばちゃんや私法家のおばちゃんやおっちゃんなどがいてますその値引きシールも2段階で値引きシール貼られたりすることもあるので 30×2 で60パー引きになったりしてます俺はそこまでつわものではないですがすごい人いてますよああもちろん家電や車や高価なものを買うときは必ずこれ何んになるんって聞いてみます。 値引き率低かったら「○○店の方が安いから」とか言うとそれよりさらに値引きされるので買い物ではまず値引き交渉からしますよ TV ーーさんもやってみてはかなりお得にお買い物できますもう当たり前のようにしみついているわけですねはい、ありがとうございますだからもう関西では値引き 負けてっていうのが当たり前でお店の人ももうそれが当たり前になってるからもう普通に日常会話みたいやあのね大きな買い物になればなるほどもうちょっと安くなれませんかねっては言いますよ。金額が大きければ大きいほど家電車家家は買ったことないですけど、うん、いやそれ言いますよ。ね。 愛してやまないヒープーさん、皆さん、こんにちは。復帰っ子のピュアナイスです。こんにちは。アンケートを買う、買う、買う。値引き大歓迎。でさ、私、スーパーで働いてるさね。だから、どの商品が値引きシールやるのかわかるから、はい。今日これ値引きやすさって言ってからに、待ってからに買うってば。してよ。値引きやるのわかる、お客さんはよ。これ値引きじゃないのって言ってきてからに、シールやらすってば。で、最後まで読んだ頑張ってください。 ピアナイさんやっぱりさんなしおん同じというか牛川方面の方ですよねシシーールやるもうつわも者がいるわけねこの時間になったらこれにシール貼るっても分かってるから逆にこれこれ貼るやつでしょ貼ってっていうね先手必勝型。 さすが上には上がいますしね。世界は広いですよね。本当に。ヒブさんお疲れ様です。大阪からチーム取り出しはやぶさのノガポンです。今日も頑張ってるね。なんとか頑張ってますよ。はい。して、アンサーは大体 A いものによるね。 のがポン家では晩ご飯係はおいらなので仕事帰りにスーパーに寄ったら惣菜は大体いい半額になっています選択肢は少ないけど豚肉とかなら30引きなら即買いするかなただ時々半額でもたくさん売れ残ってるものがあるけれどもそれを見ると定価で買った人がかわいそうと思ってしまいますねはい野賀ポンさん「和牛ステーキ半額で売れ残っていたらかなり悩む」あかぶでしょう 売れ残ってたらっていうのがどういうことなのかなあんま人気ないのかはいありがとうございますいや和牛だったら半額だったら買うけどなラジオネームハラサリさんこんにちは北海道からメッセージしてますおーいありがとうございますメンソレ北海道ではとある自治体で鳥インフルエンザが起き卵がかなり高騰していますあいな ええー、そうなのその余波は家庭でだけではなくお店でも卵特売がなくなったりしてますサンドイッチ店では値上げを避けるため卵サンドの販売をやめてしまったりいろいろ影響が出ています卵はどこももう特売をしてません1パック100円の時代が懐かしいですはい遠く北海道からありがとうございます原さりさんえー。 全国的にね卵値上げしてるっていうニュース見ましたけれども北海道なおさらも数がないっていうことかうーんはいありがとうございますいや卵なんてね庶民の食べ物だと思うんですけどねうん今は沖縄いるひいさんさん沖縄入るかなひいさんさん、はい、いつも迷んだよなはいこんにちは。 アンケート A です買います定価より安いからですでも鮮度はかっこ魚は買いません魚は鮮度が大事です惣菜とパンは買いますみんなはどうかなはい今は沖縄入るひいさんさんありがとうございますあそうですね鮮度が大事なやつは鮮度が大事なやつっていうのも値引きされますやっぱりちょっと時間経ってくると そういうことなのかなまあもちろん安全管理がちゃんとされていると思うのでもうまあ別に安くなったら買うけどねまあその代わりすぐ使うとかそうそうそうそそう。そういう工夫をすればいいんじゃないですかね、うん、皆さんこんにちはプルタブと言いますこんにちはアンケート B 自分は50%引き半額じゃないと手が出なくなりました一度その味を占めてしまうと定価で買った時は死に損した気分になるさ 先ほどちゃまちゃまさんがおっしゃったように定価がいくらかを見て買おうか決めますね所得が上がらない限りこの状態から抜け出せないっすはいプルタブスいや半額なるんだったらそれは半額で買った方がいいと思いますよものによって半額まで落ちないのもあるからねうん確かにな一回例えば僕が今よく買ってるつまみで食べてる惣菜とかが 50%で買えるようになってしまったら定価で買ったら俺ターチコーラリーしって考えるから抜け出せないですよね確かにね50%からねうーん、はい、残ってればいいですよ50%になっても残らんからなそうなんですよチョリース本日も朝から点上げチームアヤコ南部からスクリュード S はいこんにちは 新しい会社の軽トラックが昨日納品されてテンション上げ上げっす大事に乗るから優しくなのだ嬉しいねこれ相当テンション上がるな、うん、して本日のアンケート B っすね30%オフ価格から30%オフって言われても計算ができないから安くなってると思うけどいくらぐらい安くなってるのかが分からないから買わないかなヒプさん分かりやすく例えば1万円から30%オフって言ったらいくらになるんすか分かりやすく優しく教えてちょんまげ 試合見ろいとか言わないでよ。はい、タイトルちゃんと算数勉強しておけばよかったかな？<laughs> <laughs> <によ> <laughs> 算数あらんどや。とはや俺算数うまあいいかな <laughs>？30%は違うかうん。えっとですね。100%のうちの30%ということなので、1万円から30%つったらはい3000円引かれるってことです。はい だから、七千円で買えるっていうことです。そういうことですよ。一万円は一番わかりやすいパターンどうや。ど <laughs> <laughs> えっとね。二万円の場合は。二万円かける三十。はい。二三が六。六千円引かれるわけ。この人考えてるですよ。三万円の場合は、三万円かける三十パーだから。三三が九千円っていうことですよ。はい。そういう計算してみるといいんじゃないですかね。はい。 数学なら調子がダジオから「<laughs> コンコン今日も空いてますかチームポッテカスのオレンジ団地ですこんにちは何の30%パーかによるなぁの絵刺身の半額は確実ゲットゴルフクラブも高いから値、ね、下がりするのを待って待って待って買うかな最近はゴルフもある程度上達してきたのでロストボールみたいな安いのを買わずに1個200円から300円ぐらいの買うようになった」。 だけどよこんな時に限って1発目でファーってなる300円が飛んでいく俺新品のボール使ったことないけどはいオレンジ団地さんありがとうございますもう絶対ロストボールですねこれはいちゃんと飛ばしきれる人が新品の買った方がいいですねうんも書いてある通りですよそういう時に限って OB 打つっていうねあるあるですよね上等ルアー買った時に1投目ですぐ引っかかるすっていうレイジあるある ヒブさんこんにちはアツシラッセルですこんにちはアンサー A ですワイヤレスイヤホン沼にはまっています今経済的に余裕があって欲しいワイヤレスイヤホンが30%オフで買うことができたらすごくついてるなと思いますワイヤレスイヤホンも沼があるのまあまあもちろんいろんなメーカーありますけどへー 僕はリスナーさんから一つ、うん、誕生日のプレゼントで頂い,いたんであれを使ってますけれども上等ですねやっぱりねはいありがとうございます沼な何にでも沼あるなすごいないくつも持ってるってことじゃあワイヤレスイヤホンえ青切みかんさん皆さんこんにちはこんにちは今日のアンケート C うん30かちょっと悩むな これは子どもたちがやってる方法なんだけど欲しいものをネットで検索して安いところでカゴに入れてキープしておいて買い物に出かけて同じ商品を見つけたらどっちが安いかを比較して安く買えるところで買ってるのを見てすごいと思ったからこれ安いお買い得だと思うって聞いてから買うなもう物価高騰で節約しないとやってられないからさほんとですよね、はい、青木みかんさん 物価はは上上ががっても小遣いは全然ららんからねうん、はい、ありがとうございます。そっか。いやーもうネットで買い物するでも今時の子の方が上手かもしれない。比べたりとか最安値探すのとか上手かもしれないあ。ちょっとずつですけど僕もちょっとネットで買い物してみようかなと思ったりはしますね。あー 皆さん、こんにちは。京都市の静香です。こんにちは。今年初めてタケノコを茹でました。ソテーに、すき焼きに。タケノコご飯に大活躍です。春ですね。アンケ、アンサーはどちらかといえば B。欲しかったものが3割引きだと嬉しいんですが、そうではないと割引だからといって買うかというと買わないですね。でもスーパーで。 カゴいっぱいに値引きシールのものを手当たり次第に入れてる人を時々見ると「大丈夫かな食べきれるんだろうか」とちょっと心配になりますはい京都市の静香さん,うんタイトル「すぐ半額にする店と」とかたくなに40%までの店の差は <laughs>、うん、店長の采配やらに「いやいい,い,いマックス40からはもう絶対下げないよ」っていうね。はあ これ店長決めてんのかな。うん、そうでしょうね。うん。何の A. I.。あは。うん。ああ、あそこなしな系列の店舗でも、リッチとか時間帯とか全部違うから。うん、A. I. が計算して、じゃあ、この商品は何時間何パーオフとか。朝から曇りだった。あ、だった今日天気とかも考えてから。 店長いらんくなってこらん大丈夫やべ店長マジで店長の仕事なくなるならにハイサイイープーさんチェルボーヤイビンこんにちはアンケート B 食べ物なら半額まで待ちたい30%割引時に取ってうろうろして同じのが半額になって損した気分になったことがあるからさ洋服でも某ファストファッション店でも半額まで待ついつか半額になるからと待ちたい もしその前に売り切れたら買うなってことだったんだっつって諦めますよもう諦めがつくんだったらね全然いいですけどチェルボーさんいや口頭消したんっていうのが一番ねにれるんだよなよくばらん消し無駄に30パーの時に口頭消しも駄すさっていうね、うん、あはい僕もでも某ファストファッションって今いくつかありますけど安くなった時に買いますねたまにあるんですよねセールね 週末とかね、うん、皆さんまろぞですはいこんにちは今日のアンケートを B 買いたくても金がないどうしようもないあ言えな短いメッセージどうしようもない <laughs>、はあそっかでもどうしようもないのこっちに送られてきても俺もどうしようもないんだよな<笑><笑>ますますどうしようもないんだなこっち <laughs> そうかまあまあ頑張りましょう物価もね上がってますけれどもねもう,もう頑張って働くしかないですよね「タイムフリーはタイムフラーさんこんにちはヒープーさんスタッフさん面白すぎるリスナーの皆さん本日もお手柔らかに参加させていただきますの A ものにもよる側の意見で買います肉や魚野菜と食品は割引のを買って工夫してお得に料理してます」。 今日も割引シールのさわらぬ魚テンプラーと50円で3束の長ネギをかき揚げにしてお得におうちテンプラー定食を作りましたねすごいね手が込んでる洋服だったら本当に必要なのかあの服を着てないから処分して収納と組み合わせも考えてから買う場合もあるかな割引だからと何でも買ってからに使わないのはいいだめよだめパラダイス タタイイムムフリーはタイムフラーはラささんんありりがとうございまますすこれの読み方は分かりますこれなどういうリズムでどういうテンションで読んだらいいんですかこの辺り割引だからといって何でも買ってから使わないのは<あ>ヒーンダメよダメーパラダーイスって書いてあるんですよこれ当たってますこの読み方でもうちょい上げて、うん、何で分かるわ嘘 <laughs> <laughs> えっと使わないのはヒーンダメよダメーパラダーイス <laughs> これマックスですね あんまりあんまりこ <laughs> これターがわかるわこの読み方何回もこれどんな塩もかって言ってるけど何にも書いてこないわけよ毎回変な滑った感じになるっていうこの <laughs> ぬやかおりもうどんなあげられるかもこんなんマックスぞ皆さんこんにちはアンサー B ですっていうのはこれはコーラル金具志さんはいこんにちは 割引につられて勢いで買うとだいたい失敗するので、前から欲しいと思ってたという気持ちがないものは30、30%引きでも半額でも買えません。まあ、これはまあ、これはそうですよね。買う時の条件としては、お寿司や惣菜で前から気になっていた、ちょっと上等なものが30%引きになってるときは買います。買おうかどうか迷ってるうちに売り切れてしまい、 諦めていたカバンがある日突然割引されて店頭に帰ってきた時なんぞもう心の中で万歳三唱して買いますこんなこともある帰ってくることも売り切れてから新しく入荷したのかなまた、えー、これは嬉しいでしょうね一回も諦めたものが告白されてからいいよ 付き合わんって言ったのに後から考えてきた付き合とうけしむたんっていう人に大学ぐらいで会った時ね <laughs> <laughs> 万歳ザイ参照タイムフラーさん横で喜んでますっていうね千葉地さんがあの読み方でじゃあ合ってるでよろしいんでしょうかねうんすごくなんか今悲しい気持ちになってるなん <laughs> でなんでしょうか <laughs> デイジデオだから 本当にヒブさんこんにちはマッツンですこんにちは物にもよりますがアンサー A 一応半額ではないものの元値よりも30%も安くなってるなら買っちゃいますスーパーの刺身とか総菜ならもうちょい粘って半額で買いますが自分の場合特に釣り具でなかなか下がらないガマカツとか有名ブランドメーカーのディールや竿とかは即買いしてしまうレベルですねはいマッツンさんこれもよく分かりますね 1>, 1年に1回ぐらいなんか安くなったりするんですよフェアみたいなのでねあの時に狙ってたやつあもうもうこんだけ下がってる幅があるんだったらもう買うまあまあ元の値段まあまあしますけど上等はね買うっつってねうんはいタイトルがいいですね「スーパーのことならケイジャーさん、うん、<laughs> あれがよ そういえばこの間ですねっていう話全部スーパー <laughs> 全部スーパースーパー以外ないあれスーパー以外行ってないはず <laughs> 家かスーパー <laughs> もしくはよ家がスーパーかもしれんわもうもはやマジで <laughs> しかますんのかはいえー、これですねコンコンあうわっ 全く慎重に思うな。<laughs> コンコンガチャ横チはヒープーさんスタッフリスナーの武装用ビッグノーズやビンビーン。ビはい。もうほとぼりが冷めたのかな。なん <laughs> のほとぼりやが。<laughs> して、今日の表示価格より三十パー引きで買うか買わないかのアンサーは買わないの B です。三十パー引きなら買わないですね。半額なら買ってもいいかなと思います。あれはあっちの系も生え揃った二十歳頃。二十歳といえば、そこそこお金がないじゃないですか。でも。 楽しみたいじゃないですか。僕たちは友達と那覇で飲んで、やっぱり行きたくなるのが辻ですよね。でもお金はない。キャッチにハイカットです。はい、カット, <laughs> カットえ12行カットします。<laughs> ヒープーさんアイ、はい、カットです。後悔しますよ。それじゃあ最後まで楽しく聞いてます。みんロドリゲスはい。最後もカットです。<laughs> えっと iphone から送信っていうのもカットです。<laughs> <laughs> もうカット慣れてからここもカットしてる iPhone から送信っていうのも <laughs> はいありがとうございますえー、っとですねカットでしょうねえー、ええー、これはどこで読めるのかなうんライブだなライブライブ向けなんだよだからビッグノーズそうそうそう 10, 10名限定のライブ向けなんだ多分ねはい さあでは一曲いきましょうかおこれも超懐かしいなえっとですねラジオネーム「デイジナポッチャリさん」「デイジナポッチャリさん」これは何世代なのかなはい「大ジナポッチャリさん」からのリクエストえっとね「光る源氏で」でうわこれどんなフレーズだったかな「勇気100%入りました」「ティーサージパラダイス」「昼にボケとこ さあやってきましたよ昼ボケのコーナーということで今日もね一番面白いベストオーギリストを決めましょうということですよはいお題「45歳様ランチについてくるおまけって何?で」でボケていただいておりますよはいいきましょうえー、本日1発目こちらラジオネーム黒幕さんの「45歳様ランチについてくるおまけって何?」PTA 役員権うん 誰もやらんから、もうくじ引きで当てれみたいな感じですかね。ああ、はい、ありがとうございます。続きまして、英治伊達さんの45歳様ランチについてくるおまけって、何。<noise> 口福、チリシ。<laughs> <laughs> <laughs> これ、あ、あるんじゃないば、これも、もともと。これもおまけでつけとんば。自由に使おうさんば、チリシでや。 言いい方よはい、続きましてシャバドゥーンさんの「45歳様ランチについてくるおまけ」って何 <music> 50度数のテレカ懐かしいないな <laughs> お周り使う今 <laughs> あでもあれね柄が何の柄かによって人は喜ぶかもしれんな昔好きだったアイドルとかねうん。 ラジオネームソーミナーのカゴさんあ間違ったまただ <laughs> あでも読んでくださいあいいですよラジオネーム <laughs> T14 さんの四十五歳様ランチについてくるおまけって何もうデイズごめんソーミナーのカゴですよねだからあごめんなさい本当にこ最近これ多いんだよな頑張ろうこれ注視をえー、っとねこっちだなよしはいえー、っとねラジオネーム <laughs> ハンタ顔のライオンさんの 45歳様ランチについてくるおまけって何目白あこれとペアだったんだな <laughs> <laughs> そうかあれがうまくいってたらこれもいけたのかそういうことかデイジごめんね2人に迷惑かけてるな俺二次被害 <laughs> ごめんごめんえー、っとねこっちがラジオネームねはい。 えー、ラジオネーム15番目の男さんの「45歳様ランチについてくるおまけ」って何 <music> あのの時なくしたプラモデルのパーツえそれが今おまけについてくるっていうことはお前が盗んでいたんだなっていうことだねじゃあ,あ今,今もらったとてですよね。うん 続きましてラジオネーム「エロ・ザイル」さんの「45歳様ランチについてくるおまけ」って何明星あーこれは世代によってだから自分が好きなね、あのー、アイドルとか乗ってるんだったらこれは本当に嬉しいやつですよね。うんはい、続きましてラジオネーム「ルパンが愛した藤っ子ちゃん」の「45歳様ランチについてくるおまけ」って何 オカリナああえっと「ふける」ならいいですけどね「もらったとて」うーんなふけたとしてもおじさんだからなおじさんがオカリナ吹いてもな <laughs> <laughs> お「今から練習するか」っつったら <laughs> えー、続きましてラジオネームメンマーメンさんの「45歳様ランチについてくるおまけって何?」。 スーパーボール蛍光色の。はあこれ割った45歳の人世代ねスーパーボール。違うんじゃないもっと下じゃない多分。ねえ。ははいラスト。ラジオネーム「ルパンがした藤子ちゃんの45歳様ランチについてくるおまけ」って何?「<music> ひまわりの種」。 うんほっこりするなほっ,ほっこりするなじゃないわけよ。<laughs> なんで、ね、食べれってかあの大リーガーメジャーリーガーみたいにひまわりの種ねうん、はい。さあではね本日のベストギリスト決めるんですけどその前に本日の「ごめんなさい」のコーナーですよね。えっ、ー、とね、えー、45歳様ランチについてくるおまけっていうのね T143「そうみのカゴっていうね本当に面白いネタなんですけどね。 えー、先にネタからばらしてしまおうというね本当に失礼しましたその後ハン反対側のライオンさんが目白って書いてるからね二人二人沈没っていう <laughs> <laughs> 申し訳ない本当に申し訳ないねいや老眼老眼老眼のせいかな <laughs> はいええ治伊達さん、えー、口福千里氏。 おまけやんばテーブルに置いてないわこれおまけにするやつこれっていう面白いなって言って今日一はねあの絵を想像するとこれですねルパンしたフジコちゃんのオカリナですこれあの45歳様ランチっていうのはまあ男性も女性も頼む可能性があるので男性が頼んだ場合はお店からおじさんがオカリナ持って出てくるっていうピュ,ピュー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 やりながら。 で女性が食べた場合はあの多分店員に怒るでしょうねこんなにイライがあんたバカじゃない私お金なんて増えたことないのにやっつって女性の場合あんまり持って出てこないっていうそういう絵が想像できますよねなんか変えてこれ他のに何か次来たら半額とかこんなチケットに変えてとかっていうっていうねはい、はい、ありがとうございますおもらったとてですよね、はい、さあじゃあ アアンンケケーートト戻りましてここんんににちちはは猫のデコが好きです B かなどれが割引になるかにかかってくるんだけどもし洋服とかカバンとかならちょっと待ってから次会うならば買うかなでもなかなか割引大きくはならないよねカバン破けてきてるからそろそろ買いたいと思いつつ1年過ぎてるもう買おうぜさすがに破けてるんだから <laughs> はい猫のデコが好きさんありがとうございますうーん。 でもなこれも分かるんだよねもうもう壊れてるけど何て言うのかな欲しいのがないとかねうん欲しいのあるけどまだ高いとかっていうとちょっと壊れてボロボロになってきても,もうちょっと我慢するよねなんかバッペタ安くならんかなっつってはい本当はでもねそれぐらい欲しいと思って買った方がいいと思いますようんさんこんにちはラジオネーム T14 と申します本当にすいませんでした <laughs> アンケートの答えは A です欲しいけど普段即決できないものが30%オフになっていたら買いますねちなみにホイール4本セットで30%オフだったら安いと思います安いっすよ安いっすよこれはまあ物にもよりますけどもちろんこれはもう本当に欲しいのがこんななっんったら買うよこれはそうだと思いますはい、えー ハイイサチンプンプルルルデイビルはい、こんにちは。アンサー B。もう一声かな。でも30%オフでも買わないかもしれないさ。物を買うときにいつも意識してる言葉があるわけよ。買う理由が金額ならやめとけ。買わない理由が金額なら買っとけ。安いからって買っても必要ないものなら買う意味ないさね。だから安くなってる。今すぐ買おうってはならないわけよ。ずっと欲しいものなら買うかもだけど。 ちょっと待ってこれデイジー言葉今教えてもらったよよし買うっていうのが金額だったら買うなつまり安いから買うっていうだけだったら買うなってことですよねいや今ちょっと買わんかなんでかって言ったら高いからって言うんだったら買っとけそれお前欲しいからだっていうことですねえー書いてはっとってこっちにマジでうわデイジー言葉これあーはい 皆さんこんにちは岐阜の9人のばあばですこんにちは今日のアンケートの答え、A、私の帰りはいつも19時過ぎスーパーのお刺身など20%か30%割引になっている時間帯すぐに購入します気に入ってる服なら30%引きは即購入するはず沖縄の土地も30%引きにならんかな <laughs> 岐阜の9人のばあばさんありがとうございますうーん土地もこんなったら怖いね <laughs> 夜 7時ぐらいになったら兄さんが来てからシールを貼っていくっていう「30%ー引きだよつ」つ死にちっちゃいシールよ」「何貼ったらか分からんぐらいの」「ああもうちょっとまた50%なのにな」つってでまたナーチゃになったらまた定価に戻るわけすごいね土地もこうなってたらね